やっぱライブハウスはさ、やっぱ高えよ。わかるけど。あーなー、うん、ライブハウスはが高すぎて、音楽で生きてる人たちを止められなくしてるってのもあるんだよ。ってのは俺は思う。自分がやっぱライブハウスもやってたし、自分もライブハウス借りるし、わかるんだけど、やっぱライブハウス高い。ライブハウスが本当に限界まで人件費とか経費を、まあ、削ってない部分も俺あると思う。俺あると思うんで、一つこの世界の課題かなと思う。特に末端はそんな大きなお金が動く世界じゃないから、やっぱライブハウスに支払う金額ってのはバカになんないんで、家賃とかさ、それでいっぱい機材が入って、当然光熱費とかさ、スタッフだってちっちゃい飲み屋みたいにおっちゃん一人でできるようなお店じゃないからさ、音響だ照明だって専門のオペレーターを使わなきゃいけなかったりとかさ、人件費だってね、普通の高校生とか大学生のバイトを1000円とかで雇って照明とか音響させるわけでもないし、みんなプロじゃないとできない世界だから、削るの大変だと思うんだけど、でもやっぱライブハウス高い、高いなと俺は思う。まあ高いからいい分もあるんだけどね。安くてあまりにもこうチープな世界になってもいけないとも思うんだけど、でもそうなんか絶妙な値段の高さだと思う。本当に。例えば今20万円のライブハウスが15万円になるだけで、その5万円ってライブハウスの経営の側からしたらでかい5万円なんだけど、ライブハウスを利用する側からしたらその5万円ってのがもうすごい大きくて。だからなんかその辺のお互い大きくて、なかなかこう帳尻合わないさじ加減のボーダーラインの多分金額っていうのはあるとは思ってて、俺は自分が借りる時も自分が人にお店貸す時もやっぱなんかそこの感覚であって、この時代でこの状況でこの値段で商売するのはちょっとないわと思ってる部分はある俺は。これは俺の本音。その値段で借りて、でやっぱお客さんをたくさん来てもらわないといけないわけだから、たくさん来てもらわないとやっぱペイできない世界なのが、余計この世界のものの考え方をなんか難しいものにしてるなと思う。